森下くるみです。今日はですね、初めてですねちょっとやってみたかったことをご紹介しますっていうのが、この間あれですねご紹介した、ファイファインの T669 をですね、これがまあファイファインさんから連絡もらって、で、まあ、2回目にレビューした K688 をですね、使ってみてレビューしてくださいっていうことだったんですけど、T669 がまず間違えて届いてしまったんですね。で、まあ、それもレビューして結局2件レビューさせてもらったんですけど、まあ本来のものと違ってたので、というのと、まあ、僕がマイクまあたくさん持ってるし、まあ、今後使うかちょっと分かんないので、まあ、視聴者の方に使ってもらったら僕としても嬉しいなと思ってたんですね。で一応確認したんですけど、プレゼントしても OK ってことだったんで、まあ、視聴者の方に、まあ、プレゼントということで、T669 ファイファインですねをプレゼントしたいと思います。はい。で一度レビュー用に開封したりしてたんですけど、まあ、こういう感じのポップガード付きで、まあ、こういう感じですね。マイクと、アームスタンドとショックマウントですとか、あとウィンドスクリーンですとか一式セットでついています。でまあ今見てもかっこいいですね。ちょっと久々に見たらやっぱり手放したくなくなってきたんですけど、はい、ちょっと映像が何度か途切れ途切れになってしまったんですけれども、まあとにかく自分が使わないよりも、まあ、視聴者の方に使っていただくと僕も嬉しいので、プレゼントしたいと思います。で、まあ、このまま梱包してお送りするんですけど、まあ、一応抽選ということで、まあ、コメントいただいた方に抽選でお送りしたいと思います。で、まあ、このネット上のやり取りなので、まあ、住所とかどうしようかなと思って、まあ、お互いになんかね、知られるのもちょっとなと思ったので、ヤマトの預かりっていう、まあ、匿名配送のサービスがあってですね。まあ、なんかアプリをインストールして、お互いにインストールして、なんか URL 送り合うみたいな。まあ、だからメールでやり取りできれば、匿名で配送できるサービスみたいなんですけども、まあ、それでできれば、やり取りできればと思います。で、ちょっと送料だけご負担いただくことになると思うんですけども、まあ、それでプレゼントできればと思います。はい。なので、まあ、ご興味ある方がいらっしゃいましたら、コメントでいただこうかな。うん。まあ、欲しいとか欲しいですみたいなコメントいただけたら、お送りしたいと思いますので、ご連絡いただければと思います。はい、そういう感じでおっしゃいました。